皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは放課後は銀の調べ、今回から新しいキャラクターを攻略していきたいと思います。それでは何か進展があるまでカット。はい、10月2日火曜日放課後まで来ました。この時間帯攻略したいキャラがいないので、ハテナのところに行きたいと思います。場所は廊下 B です。廊下 B にしようかな。決めた。第二講義棟をあてもなく歩いてみる。どうも自分のクラスがない建物の廊下って歩くの落ち着かないよね。わかる。なんていうか縄張りが違うっていうか、バカバカしいってのはわかってるけど、そういう感覚がつきまとう。見慣れない顔がいるぜって視線もさっきからひしひしと感じるし、ああやだなそれ。でもこれからお役目で学校中調べなきゃいけないわけだし、そうも言ってられないよね。そうだね。第二講義棟は左右対称に建てられた建物で、構造自体は私たちの第一講義棟と変わらない。ところどころ空き教室なのは生徒数が昔より少なくなったからだってトーマも言ってた。へえ、そうなんだ。ところでこっちの第二講義棟に私が全く縁がないかっていうと、そうじゃなくて、何？座学の選択教科の中にはこっちの教室を使う授業もあるみたいだから、今後もこっちに来ることになる。あともう一つ、学食や図書室や生徒会室といった部屋がある生徒会館もこの第二講義棟を突き抜けなければならないわけで、この違和感ももう数日使ってれば慣れるかな。慣れるよ。違和感って言えば何？学校全体を覆うよどんだきはやはりここにもわだかまっている感じだ。廊下を歩き周囲を見学しつつ、怪しい気を感じないか神経を巡らせてみるんだけど、今のところこれはというほどの異常は見当たらない。そっか、強いてあげるなら感じるよどみに場所による違いがありそうってくらい。これは気の質の違いかな。この廊下のあたりは土の木と土の木かな、金の木が強いみたい。金属の類はともかく類、類かな。土に関するものがそんなにあるわけでもないんだけど、校庭が近いし土ぼこりのせいかな。それにこっち側の教室は水気、水気もう強いような。東側だし湿った感じはしないんだけど、なぜか凍てついた感覚をじんわりと感じる。そうやっていろいろと不自然な偏りを感じる感じはするものの、ここが怪異の原因ですって断言できるほどの異常でもないんだよね。怪異を変えつつ数十分回ってみたけれど、怪しいものも見当たらない。魔物も今のところいそうにないという状況なわけで、廊下を歩いてるだけで魔物にぶち当たるようじゃかなりまずい状況だしね。そうだね。とにかく今日はここじゃ何も起こりそうにないし、もう少しだけ他を当たってみようかな。はい、10月4日木曜日放課後まで来ました。じゃあマータイジしたいと思います。場所は特別教室 A です。特別教室 A にしようかな。決めた。あ、スライム倒した。はい、10月5日金曜日午前まで来ました。じゃあ攻略したいキャラのところに行きたいと思います。場所は特別教室 B です。特別教室 B にしようかな。決めた。
あ、美術室。美術か。こんな時期に転入してきたもんだから、選択授業は全部空いてるコマに無理やり入れられたわけなんだけど、よりによって美術だなんて、私もやだ。いや、小鹿ちゃんじゃないか。小鹿ちゃんじゃありません。あれ、この声は、ああ、やっぱりレンだ。はい、今回攻略するキャラはレン君です。君も美術だったんだね。うん、カナメちゃんと一緒だなんて光栄だな。これから美術の授業が楽しみになるよ。そうなの？一緒に頑張ろうね、カナメちゃん。うん、うん、よろしくね。頑張るだけでうまくいくならいくらでも頑張るんだけどな。レンは勝手に椅子を持ってきて私の隣に陣取る。隣来たの？なんだろう、やっぱりレンの近くにいるとなんとなく変な感じがするんだよね。おかんっていうわけじゃないんだけどさ、背筋がこうムズムズするっていうか、いつも妙な言葉遣いしているからかな。変な人だなとは思うけど、別にそこまで気持ち悪いってわけでもないんだけど。起立。礼。係の生徒が先生に言われてあれを配る。あれって何？課題？そう、私の苦手なあれだから。何？粘土。粘土苦手なの？今日の課題は粘土による動物の塑造制作だ。むず、この時間だけじゃ終わらないよ。いきなりそう来る？どうしたの、小鹿ちゃん。なんだか元気ないけど。コロコロ呼び方変えないでよ。うん、実は俺美術苦手なんだ。特に粘土細工とかそういうのは。あれ？ならどうして美術を選んだんだい？他にも書道や音楽とかあったろ？好きで選んだんじゃないよ。選べるんなら音楽選んだよ。転入生だからさ、生徒が少ない教科に無理やり入れられちゃってさ、美術だけは本当に苦手なんだってば。大丈夫だよ、小鹿ちゃんには才能があるって。何を根拠に？前の学校で赤点連発してても。美術に赤点ってあるんだ。今日の課題は動物か。となるとあれしかないかな。あれって何？もしかして小鹿？あ、もう決まったの？何作んの？キツネ。キツネ？そしてキツネの最後に星がついてる。男の子にシナ。ん？男の子にシナ作って人差し指立てて振ってもらいたくないんだけど。男の子にシナって何？なんていうか、レンのビジュアルだから許されるっていうか。それでカナメちゃんは何を作るの？どうしよう。ウサギかな。ゾウにしようかな。ゾウ？難しくない？あれだったら足4本つけて鼻と耳を伸ばせばらしく見えるかもしれない。いや、絶対難しいよ。でもな、私不器用だからな、自信ないな。うわ、鼻が落ちた。水をつけてくっつけようとしたけど、鼻が重すぎたせいか全然くっついてくれない。うわ、今度は足が潰れた。やっぱり粘土の塊の下に4等分した丸い粘土を置いただけじゃ耐えきれなかった。
耳をうちわみたいにして、あー薄すぎた、上からヘロヘロとちぎれ落ちてくる、もうダメじゃん。やり直し、時間ある？粘土に水をかけて混ぜ直し、鼻なしの足つぶれの耳剥がれの像をないないしてしまう。やっぱり苦手だ。そういえば蓮はどうかな、嫌に静かだけど。そう思ってふと隣さんを見てみれば、蓮は迷いなく粘土をいじっている。スマートなボディにふさふさ尻尾、これぞキツネって感じ。おお、見たい。スチールあるかな。よく隣の芝は青いって言うけど、自分の庭が完全に枯れ果ててればそりゃ青くも見えるよね。うえ、負けてたまるか。よし、今度はキリンさんだ。首を長すぎにしなければきっと折れ曲がることもないはず。なんで長い動物を作ろうとするの。しまった、キリンの足が細長いことを忘れてた。どんなキリン作ったのよ。ひねり出した足は粘土をドンと置いただけの胴体に耐えきれず潰れてしまう。足は後から作り直す。とりあえず首だ。潰れたキリンの本体から3分の1ほど取って長く丸める。先を曲げて耳をつけて、よし、模様はつけらんないけど一応キリンの顔に見える。よしよし、私にすりゃ上出来。あとはこれを胴体につけて、つなぎ目を水で濡らして立てて指でなすりつけてくっつける。くにゃ、もう最悪だよ。頭が重すぎた。これじゃうつむきキリンだ。もうそれでもいいんじゃない。でもまだキリンに見える。なんとか見えるよ、多分。あとは足を胴体から取り出した残りの粘土でできるだけ太い足を作ってくっつける。くにゃー、もうやだ。足は胴体の重さに耐えきれず、首は胴体とつながらず、そんなこんなで悪戦苦闘していると先生が、何？はい、もうおしまいって言う？あと3分。うわぁ、カップ麺の時間しかないと宣言した段階で、これを動物らしくすることを諦めることにした。じゃあどうするの？居残り？どう見ても触手を伸ばした海の底の邪神だよ。一体どんなの作ったの？見たい。スチールない？とりあえず足を4本つけといて、うつむいた首を反らせて動物という体裁にしておく。かなめちゃんもできたかな。まったく。さっさと見事な狐を作り上げた蓮は、私の写真を見ようと覗き込んでくる。見ないで蓮くん。いや見せられるもんじゃないし。そんなこと言わずに見せてよ。意地悪しないでさ。意地悪じゃないよ。蓮は体で隠そうとする私を押しのけて、邪神像を目撃してしまう。すごいな。何がよ、これの何がよ。そりゃすごいでしょうとも。今時幼稚園児でも作らないような象やキリンに失敗して邪神像を作ってしまうような私の手は、断っておきますが私は別に悪魔崇拝してるわけじゃありませんからね。前衛的で悪夢にでも出てきそうな生き物だね。僕は嫌いじゃないよ。
多分褒めてくれてるんだよね。むしろ面白いと思うな。そう？ありがとう。え？僕もキツネじゃなくてバクにすればよかったかな。そうすれば小鹿ちゃんのとセットで面白い作品になったのに。邪神像がバクに見えたの？これは褒めてくれてるのかな。レンの言葉には曖昧な様子は欠片もない、心から感心しているように聞こえる。レンってさ、良かった探しがうまいんだね。お世辞でもそんな風に褒められたのって初めてだよ。別にお世辞じゃないんだけどな。そうなの？ありがとう。でも無理言わなくてもいいよ。前の学校でも美術は全然ダメだったし。そんなことないでしょう。僕は好きだよ、かなめちゃんの作ったキリン。今度はキリンになったよ。バクなのキリンなのどっちなのよ。頑張って作ったって感じがすごくするもん。そう？シルないかな、見たいんだけど。そうやって作ったものはね、命を持つんだよ。かなめちゃんが愛してあげなきゃ拗ねちゃうって。そうかな。うん、そうだね。ありがとう。うわ、顔真っ赤。こんな風に褒められたことないから照れるね。でも一つ疑問。何？ところでどうしてこれがキリンだってわかったの？俺最初は象にするつもりだったんだよ。だってここの頭のところ、例えば角とか口とか、ちゃんとキリンに見えるじゃない。そうなの？足もちょっと曲がっちゃったけど、ちゃんと先っぽにキリンっぽいひづめがあるでしょ。キリンっぽいひづめってわからないんだけど。ちなみに体にくっついている山みたいなのは支えのための台にしようと思ったんだよね。え、あー、まあ一応。すごい、全部当たってる。すごいな、レン君。それじゃあ一緒に提出しに行こうか。一緒に？それは遠慮しておく。いや、俺最後でいいや。レンの芸術作品な狐のすぐ後でこの邪神像を提出するのはさすがにつらい。案の定先生は渋い顔をして、私金星の邪神像を受け取った、あ、受け取ってくれた。はい、10月5日金曜日放課後まで来ました。じゃあマータイジしたいと思います。場所は図書室です。図書室にしようかな、決めた。あ、植物倒した。はい、10月6日土曜日放課後まで来ました。今回はマータイジではなくレン君のところに行きたいと思います。場所は校庭です。校庭にしようかな、決めた。くーちゃん、昇降口を出て校庭へ向かった私の前にくーちゃんが現れた。どう？まだあそこにいるの？誰が？これは独り言だから女の子口調でいいのかな。これはいるってことかな。いるんだね。うん、お疲れ様、くーちゃん、戻っていいよ。原生紳士ランジが遊興へ帰れ、クオン。よりしろに戻ったくーちゃんをふわりと空中で捕まえる。よっと。よりしろを大事に懐にしまって改めて校庭へと足を向けた。最近
レンのエスケープ癖が気になっちゃって仕方ないんだよね。そうなの？私が見ただけであんなにサボってるんだから、見てないところではもっとサボってるはず。授業大丈夫かな？1匹見つけたら30匹いるって言うし。いや、それは違うよ。で、それは関係ないけど、さすがに出席日数とかも心配だしね。そうだね。だから今日はくーちゃんに張り付いてもらって様子を見ててもらったんだけど。何？レンは午前の授業を途中で抜け出して、それからずっとあそこで寝そべっているらしい。先生に怒られないの？くーちゃんをこんなことに使ってるなんて、綾乃さんに知られたらなんて言われるか。綾乃さんの静かに怒った顔が頭の中にパッと浮かんだ。このことは絶対内緒にして、バレた時のことは考えない方向で。そうそう、今は蓮のことを第一に考えないとね。空には秋の太陽が穏やかに照っていて、柔らかい日差しが校庭に降り注いでいる。てっきり冷たい風が吹いていると思ってたけど、お日様のおかげで外は意外に暖かい。レンでなくても昼寝したくなっちゃうかも。レンはいつもの場所、校庭の木陰、芝生の上に気持ちよさそうに寝そべっている。そっと近づいて脅かしてみようかな。やめなよ。目を閉じているレンを眺めていたら、いたずら心に火がついた。足音を殺してそろそろとレンに近づいていく。起きちゃったかな。もう少しというところでレンが声を出す。目はまだ閉じたままだけど。そよ風に運ばれてくるこのかぐわしい匂いは。起きちゃったよ。パチリ、長いまつげが揺れてまぶたが上がる。青い目が私を捉えた。ああ、やっぱりかなめちゃんか。はい、私です。そうだけど、よくわかったね。っていうか、そこまで匂うって、もしかして俺臭いの？慌てて制服の腕のあたりとかの匂いを嗅いでみる。別に匂ったりはしてないはず。それとも自分で気づいてないだけ？心配しなくても臭くないよ。どちらかというといい香りだし。よかった。いい香りもしない気がするけど、レンってすごく鼻がいいんだね。そうかな。普通だと思うよ。普通かな。普通じゃないって。シャンプーの銘柄当てとかそういうレベルじゃないよ。その異様な収穫の鋭さってば。でもレンに関してはそういうことで驚いても仕方ない気がする。で、どうしたの、かなめちゃん。何か僕にご用かな。レンはいつも通りの微笑を浮かべながらゆっくりと身を起こした。さ、なんて切り出せばいいのかな。変にごまかしても仕方ないし、ここは直球で聞いてみよう。レンってよく授業サボってるよね。あれ、見られてたんだ。気づかなかったな。そう？そりゃくーちゃんを通して見てたわけだし、気づかれたりしたら大事だよ。ああ、くーちゃんを通して見てたのか。子猫ちゃんってば、そんなに僕のことが気になってたのかな。まあ、今度は子猫ちゃん呼びになったよ。いや、そうじゃなくて、たまたまだけど。残念。
けど、こういう時は嘘でもそうだよって言ってほしいな。とごく自然に片目を閉じてみせた。ウィンクがこうも見事に決まる人ってのもそうそういないよね。そしたらもっとさ。何？俺はそうやって話をはぐらかさないでほしいって思うんだけど。不機嫌な声を作って遮った。しっかり気を張っていないとレンのペースに引き込まれて話ができなくなっちゃいそう。あのさ、こんなことを俺が言うのは余計なおせっかいかもしれないけど、もう少しちゃんと授業に出た方がいいと思うよ。ん？ちゃんと出てるよ。面白い授業なんかね。面白い授業って何？それを証拠に、かなめちゃんのいる美術はサボったことないでしょ？まあ、まだ一回しかやってないけどね。面白いとか面白くないとかそういうことじゃなくてさ、面白い授業だけを選んで受けられるんだったら私だって嬉しいけど、学校ってそういうものじゃないし、つまんない授業だって多分将来の役に立つからやってるんだろうし、まあ半分当たりの半分間違いかな。でも本当に役に立つのかな。まあ半々かな。ダメダメ、説得しようって人間が不安になってどうするの。出席日数が足りなかったら進級できないし、そしたら卒業だってできなくなるだろ。かなめちゃんは真面目だな。いや普通だよ。真面目とかっていう次元の話じゃないってば。もうレンってば、なんでこんなに自分のことを他人事みたいに話せるんだろう。話してるこっちの方がなんだか不安になってしまう。どうでもいいじゃない、そんな先のことは。さ、どうでもよくないよ。そんなに先でもないじゃん。たった半年とか1年半先の話だってば。その時にはもう私はこの学校にいないかもしれないけれど。そうだね、きっといない。半年先だったらもうお役目は終わっているはず。もしお役目が終わってなかったら、半年もかかって終わらせられなかったら強制終了。それはそれで家に帰されて修行のやり直しだよね。どのみちここにいるとは考えられない。そんな先のこと私には関係ないのに、どうして私はこんなに必死になってるんだろう。余計なおせっかいだってことくらい分かってる。でもどうしても言わずにいられない。自分でもよくわからないけど、レンのこの儚げな感じがそうさせてるのかな。半年か。なんだか遠い未来のお話って感じだな。遠くないよ、半年なんてあっという間だよ。それはちょっと大げさじゃない？そりゃ間違ってるわけじゃないけど、たかが半年先のことを未来なんて。だってさ、その時まで僕が僕でいられるって保証はないだろ。え？いやちょっと待って、やっぱレン君魔説あるんだけど。魔か、なんか魔とはまた別のもの。ひょっとしたら死んでしまってるかもしれない。やめてよそういう怖いこと言うの。もちろんここで今と同じように子猫ちゃんと話してるかもしれないけどね。血の気が引いた私の方を見てレンはゆるく笑ってみせた。でもそんなの気休めにもならない。レン、あのさ、もしかしてなんか重い病気持ってたりする？病気か。病気？僕が？うん。
はものすごく深刻な気分で口にしたのに、レンはポカーンと口を開けてこけてる。それはいいや。何？今度は片手で顔を覆って笑い出した。私そんなにおかしいことを言った覚えはないんだけど。もしかして僕のこと心配してくれてたのかい、かわいい小ウサギちゃん。今度は小ウサギになった。何笑ってるんだよ、人が心配してるのに。ごめんごめん、からかうつもりはなかったんだけどね。ついつい可愛いからさ。レンくん、ああもう病気ってわけじゃないんだね。ご心配痛みいるけど健康状態は至って良好だよ。ほら怪我の一つもしてないし。そう？それなら良かったけど。レンは立ち上がって自分の体を示す。確かに病気や怪我をしている様子はない。どっちかっていうと元気すぎて困るくらいかな。そうなの？元気すぎて困るなんてことはないだろ。まったく、どうしてこう煙に巻くような話し方するのかな。これじゃ何が本当で何が嘘なのかわからないよ。とにかくさ、体もなんともないんならなおさら授業出た方がいいって。あんまり気が乗らないな。レン君、どうして？どうしてって別に理由なんてないけど、強いて言うなら今が楽しければいいって思うからかな。それどういう意味よ。そんなのんきな。この世の中競争化社会って言われてるのに、まあ私も全然実感ないけど。いいじゃないのんきでさ。お日様が暖かい時はこうして日向ぼっこして。猫じゃないんだから。お腹が減ったら何か美味しいもの食べて、眠くなったら横になってさ。ああこれ完全に猫だね。人肌が恋しくなったらぬくもりに包まれたりね。何？レン君猫説？もしかして猫股だったりする？レンが手を伸ばして私の手に触れる。レンの少し冷えた指先を感じた瞬間、私は反射的に手を引っ込めてしまった。おっと、なんかごめん。レンは伸ばしたままで行き場のなくなった手をバツが悪そうに下ろす。ごめん、嫌だったかな。いや、ちょっとびっくりしただけ。あ、うん、そういうわけじゃないんだけど。嫌だったんじゃなくて、なんか変な感じがしたから。寒気みたいなゾクってする感じ、今まで感じたことがない気持ちの悪い感覚、胸がざわざわする、不安？恐怖？違うけど、なんだか落ち着かない気分、嫌悪感とは違う。これは何だろう。レンは？ちらりとレンを見てみるが、レンは何も感じていないみたいだ。じゃあ今のは私だけ？まあ極端な言い方になっちゃうんだけど。何？レンは罰の悪そうな表情を拭い去って、いつもと変わらない軽やかな笑みを浮かべた。誰だって死んでしまったら全部がそこでおしまいになるわけじゃない。でもいざその時になってからあれこれ悔やむのって嫌でしょ。そうだね。
ああしておけばよかったとか、こうしておきたかったとか、そんな風に後悔するのはね。うん、内容は重いけれど、蓮は冗談めかした口調で続ける。だからせめて今この時間をできるだけ楽しみたいって思うんだ。蓮くん、ケセラセラなるようになる、それが人生ってやつかな。ケセラセラって知ってる？そういうのを刹那主義って言うんだよ。ああ、いいね、その刹那主義ってのは。うん、僕にぴったり。真剣な顔で言われたら本当に困ったと思う。でも実際目の前にあるのはめまいがするほど朗らかな笑顔で。もういいや、なんか勇気力も失せてきた。押しかかる徒労感にがっくり肩を落とした。頑張って説得してみても伝わらないっていうよりはすり抜けちゃってる感じがする。私何しにここに来たんだろう。そりゃあの蓮くんのエスケープ癖を直すためじゃない？ごめんね。うん、それにしてもかなめちゃん、君ってさ、何？スルリと蓮が近づいてくる。何？私は反射的に一歩下がる。頭の中にあの階段で見た蓮と男子生徒の姿が浮かんで、ああ、あったね。可愛いだけじゃなくて、とっても優しいいい子なんだね。思わず本気になっちゃいそうだよ。ちょっと待ってよ、蓮くん。本気ってどういうこと？ぽっと顔が赤くなるのがわかる。なこれはそのレンが変なこと言うから、あんな現場も見ちゃったし、その首を大きく何度も振って頭の中の二人を追い出す。それを見てレンはおかしげに小さく笑った。からかってるね。そう思う？うん、思うよ。どうかな、本気かもしれないよ。全然読めないな。ケセラセラとか言った後に本気とか言われても誰も信じないって。じゃあ言わないようにしようかな。特にカナメちゃんの前ではね。なんかそれずるい。はいはい。それにしてもレンってば、見た目だけじゃなくて考え方も浮世離れしてるんだな。ちょっとついていけないかも。頑張ってよ、攻略するキャラなんだから。刹那主義なんてそんな風に考えられるほど割り切り上手じゃないんだよね、私は。